はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。今回はですね、こちらの、ホーリーストーンさんからね、ご提供いただきました HS420 ミニドローンについてですね、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらのドローンなんですけれども、パッケージを開けるとですね、まあ、このように、バッグに入ってます。その大きさ、そうですね、タブレットをちょっと、横幅を大きくしたような感じかな。厚みはこんな感じ、10センチはないかなという感じで、すごくコンパクトです。まあドローンといえばね、まあこのコントローラーがあってね、まあ本体があって、まあバッテリーとか充電器、予備部品とかね、まあいろんな部品が必要なんですが、それらめんどくさい、こまごましたのをこのねバッグ1個に収めているというところがね、このドローンの結構な売りのポイントになります。まあ割とですね、荷物がぐちゃぐちゃになりやすいんですけども、これはね、そういったことがない、まあ手軽に飛ばせるよというものになります。まあ車のトランクにね、ポッと1個放り込んどくとかね、まあ自転車のカゴでもバイクのリュックサックに詰めてね、飛ばすというような使い方も可能になってます。では、早速ですね、中身の方を見ていきましょう。今回はですね、一応開封レビューということで、フライトまではしないんですけども、実際のフライトはですね、私、ホビーチャンネルもやっておりまして、少年プラモ系新聞、そちらの方でもね、レビュー動画を作ろうかなと考えておりますので、よければね、そちらも、チャンネル登録していただけますと幸いです。まあ、こちらの製品ね、より詳しい情報、まあ、イメージ映像なんかはね、動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。そちらからね、購入することも可能となってます。そしてですね、こちらのメーカーでも、イメージビデオをね、YouTube で公開してますので、そちらを見ていただければね、どんな感じのフライト性能なのかなっていうのがね、もう僕が飛ばすまでもなく、わかると思いますので、そちらも合わせてね、ご覧になっていただければと思います。さあ、それではね、チャック開けましたので、中身をオープン！ドドン！ん？あ、これ、なんか、あ、衝撃のクッションシートついてますね。これをペロンとめくると、はい、中身が出てきました。いやー、かっちょいいですね。こんな感じのオレンジのナイスなボディーマクラーレンのオレンジみたいな感じですか？うん。一応ですね、前後の識別ができるように、ファンの、ブレードかな、ブレードっていうのはローターっていうのかな、色を前後で変えてます。こちらのオレンジのブレードが前側になりますね。こっちにはまあカメラもついてます。720p の HD 画質で、角度調整もできますね。一応こうやって手動ですけども、はい、こんな感じで。多分これもリモコン操作、できるのかもしれませんね。はい、こんな感じでですね、好きな角度に自由に調整することができます。重量どれぐらいですか？何グラムだろう？ 100 グラムはないね。まあ、もちろん200グラム未満に収まってます。手のひらサイズになってますから、めちゃくちゃコンパクトですね。ただね、屋外のフライトは、機体もちっちゃいんでね、やっぱ風に煽られやすいので、まあ強風はね、なるべく避けた方がいいと思います。無風状態でフライトさせた方がいいかなと思います。はい。裏側もこんな感じで。ここにね、バッテリーが搭載されます。これまだ今積んでない状態です。バッテリーはまたね、後ほど紹介したいと思います。4つのモーターがね、こんな感じでついてます。デザインはね、結構。かっこいいですよね。裏側に多分これ電源のランプですか？だからこのランプが見えれば、まあこちらが後ろ側だよということで、まあこう、操縦しやすい。まあ基本的にはね、機体の後ろ側を見て、右行ったり左行ったり、操作しますからね。前側だとね、これ右左が逆になっちゃうんでね。はい。こちら側を見てね、これ目印にして操作するのが基本となりますね。はい。で、あとは、このプロポと言いますかね。正確にはプロポ、コントローラーとは言わないんですよ、ラジコンはね。まあ、ただこれ結構コントローラーと呼んでる人も結構多くて、もちろん、まあ、デジタルプロポーショナル
方式、ちょっと動かしたらちょっと動く、大きく動かしたら大きく動く、モーターも、まあ、スピードもこう微妙な操作がちゃんとできるというね、すごい時代だよね。僕ら子供の頃ね、もうデジタルプロポーショナルって言ったらもう結構値段が高かったけど、今はもうほんとね、数千円で買うことができます。これがカメラのダイヤルなのかなと思うんだけど、なんか動かないんだよね、これね。なんだろうね、ここにこう、ダイヤルがついてるんですけど、なぜか、今回僕がもらったサンプルは動きません。なんででしょうね。で、本体の電源は、単4だ、単4、3本です、なぜか。4本じゃないです。4.5V。リチウム電池と電圧合わせたのかな。そんな感じもしますけどもね。はい。非常にコンパクトな送信機。結構ね、形状が、ここのカーブ、この膨らみね、非常にいい感じ。持ちやすい。ほんとよく考えられてるわね。こんなコンパクトだけど、持ちやすさもちゃんとこう、考慮。ラジコンメーカーもなんかちょっと工夫してこんなの作ってくんねえかな。めっちゃいいんですけど、この持った感じがさ。コンパクトなんだけど、軽いしね。このバッグ1個で収まるって、まあ、素晴らしいよね。この辺なんかちょっとホビーのラジコンメーカーさん見習ってくれないですかね。うん。で、ここがですね、どこか、どうやってんだっけ、ここか。こうパカッと開くと、スマホホルダーがね、出てくる。こうやって動くんですよ。もうすごいね。ここに、まあ、こうスマートフォンを、まあ、こうやってセットして、このでっかいファーウェイのスマホでも、問題なく乗っけられます。まあ、これ、撮影した映像を、リアルタイムで見ることができるんで、まあ、ファーストパーソンビューね、この画面を見ながら操作するということも不可能ではないです。まあ、ただちょっとね、Bluetooth は遅延があるんでね、少しね。はい。まあ、すごいこう、リニアな操作はちょっと難しいかもしれませんが、まあ、大体どこら辺飛んでるかなっていうのはわかるぐらいの、ものができるかなと思います。はい。で、あとこちらがですね、電源のスイッチになってますね。これは何だろう？なんかのモード切り替えかな。他にもこの操作、このボタンによって、あ、ここか。これが上下動ですね。で、これはなんか露出かな？で、カメラのスイッチがここに入ってます。素晴らしいですね。すごいシンプルだけど、もう、何も、これだけでさ、マルチチャンネルになってんだよ。ここで4チャンネルでしょ？あとカメラの操作で5チャンネルってことですか？信じらんないね。こんなことができちゃうんで、ドローンはすごいね。はい、まあいいや。はい、次はね、バッテリーなんですけど、まあやっぱモーターがね、4つもついてるんでね。ドローンって電池の消耗がすごく激しいんですよ。はい。なので、ね、チョロッと飛ばしたらね、もうすぐ電池切れちゃうんですけどね。こちらはなんと電池が、初めから、3個もついてるんですよ。ちょっとこれどういうこと？多分これ 3.7V じゃないですかね。あ、そうですね。3.7V の 300mAh のバッテリーが最初からついてます。で、ここにまあ USB 端子がついてます。マイクロ USB ですね。これをまあ、アダプターにさせば充電できるというものになってます。なんかすごいなぁ。まあ、僕は普段ラジコンカーやってますけど、まあ、ラジコンカーやってる目線から見てもすごくね、使いやすさを、まあ、考えて作ってるよねって、もうほんと羨ましいわ、ドローンの人たちも。ラジコンカー遅れてるぞ、ちょっと。頑張って、もう。はい。あとね、小物パーツがさ、こういうところに入るわけですよ、全部。だから工具箱いらないよってことですよ。これだけ。まあ素敵。なんだこれ。なんだこれって話だよね。あとなんだこれは。覚醒剤じゃなかった。乾燥剤が入ってます。はい。ここにね、はい、乾燥剤入ってます。説明書とか、まあ注意書きとかね。
バッテリーを収納ケースに置いて充電しないでくださいということですね。まあ、リチウム電池なんで気をつけてということですね。それから、ここもまあバッテリーの注意書きがありますね。注意してくださいってね。うん。こんな感じです。まあ、多言語。で、まあ一応日本語表示もね、マニュアルは全部書いてます。バッテリーに関する注意がやっぱ結構しっかりしてますね。説明書です。おぉ、パッと開いたら日本語が出てきたわ。だいたい真ん中ったら辺に日本語が入ってますんで、これでまあ、だいたい操作方法なんかがわかるかなと思いますけどね。ここからか。日本語説明書。32から57ページが日本語の説明書になっております。はい。これ見れば大体基本的な使い方はわかると思いますけどね。これおいおいね、ホビーチャンネルの方でもやっていこうかなと思います。僕自身ね、ドローンってね、あんまやってないんですよ。すごいね。こんだけ YouTube チャンネルやってドローンやってないってね。多分ドローン飛ばしたことないんじゃない?記憶がない。このクワッドローターの、クワッドコプターのフライト経験って、ほんとあんまりないよね。あの普通のヘリとか飛行機は、まあ何度か飛ばしたことありますけど、ドローンは実はあんまないんですよ。何やっとるんじゃお前って話ですけどもね。まあちょっとこれ手軽なので、まあこれしばらくこれちょっと使い込んでみようかなと思ってます。今回は開封レビューだけね。うん、さあ、あとはこの小物関連ですね。小物関連が、はい。あ、ドライバーね。プラスドライバーの、これは0番かな。はい、1本と、あ!なんと、充電器が2個。これ単なる USB ケーブルじゃないです。充電器だ。充電器が、ちゃんと入ってます。はい。なるほど。バッテリー自体はバッテリーだけなんだね。充電機能、電圧コントロールの機能はついてないわけだ。ここについてるということですね。はい。そして、予備の、ローター、ブレードっていうの、ファンブレードっていうのかな?ローターっていうのかな?どっちですか?ヘリの場合はローターっていうよね。うん。ドローンの場合は何て言うんですか?これ。これがまあ、ワンセットついてます。でもまあ、これ壊れないよね。こんだけガードついてるもん。うん。ほんで、フィアンとか取れてもさ、多分、紛失するかな、うん。これ結構紛失することがあるんで、時々ね、これ、フライト前に必ずギュッと押さえてくださいね。ギュッと押さえて、飛ばしてください。はい。こう、行くので、こういう力がかかるから、やっぱ抜ける方向に行くよね。うん、普通はね。必ずギュッと押さえて。これ工具。あ、これはローター外しですけど、取り付けるときもいけるよね。これで確認して、ローターが外れてないかチェックして飛ばすといいと思います。これ結構ピョンと飛ぶんだよね。あ、思い出した。ドローンの経験あるわ。木製ドローン前飛ばしたことあるね。木製ドローン。DIY ドローンってやったことあるね、うん。はい。そんな感じですかね。今回はですね、ちょっとまあ開封レビューということで、こちらのホーリーストーンさんの、ドローンを紹介させていただきました。サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。